んにちは、赤沼慎太郎です。今回はリスケ中の返済方法についてお伝えします。このチャンネルでもですね、リスケジュール、略してリスケですね、これについてですね、何度かお伝えしていますけれども、銀行取引でね、リスケというのは何かと言いますと、融資のね、返済条件の変更のことを指します。例えばですね、毎月100万円のね、元金を返済していたところですね、経営状況がね、悪化してしまって、資金繰りが厳しくなってしまったというところでですね、銀行さんの方にですね、お願いして、毎月の返済額100万円をですね、例えば50万円にね、減額してもらったりだとか、あとは元金をね、一時的に0円にね、してもらうといったようなことをね、することを言うわけなんですけども、リスケをするとですね、元金返済の金額がですね、減った分だけですね、資金繰りが当然楽になってきますよね。なので、経営状況が厳しくなってしまってですね、資金繰りショートを起こす可能性が高いという場合にはですね、早めにリスケを依頼してですね、で資金繰りを楽にして、で経営改善にいち早くね、取り組んでいただくと、こういったことをね、することが、事業再生の現場ではですね、多くあるわけなんですけども、今回のテーマはですね、このリスケに関する話なんですけども、リスケ中のね、返済方法についてですね、例えば一度ね、元金の返済額をですね、0円にしまった後にですね、だんだんと改善が進んでいってですね、いくらかのこう返済ができるようになったという時にですね、その返済をですね、どのようなイメージで返済をね、金額としてつけていくのかということをですね、お伝えしたいなというふうに思います。元金の、返済額が0円の時はですね、これはシンプルでね、返せないというだけの話なんでいいんですけども、いくらかの返済をつけるというふうになった場合はですね、じゃあどこの銀行にどれだけの金額をね、返済すればいいのか、これについてはですね、経営者の皆さんからもですね、質問としていただくことが結構多いことなので、ぜひですね、最後までご覧いただきまして、ご参考としていただきたいなというふうに思います。はい、ということで今回はリスケ中の返済方法についてお伝えします。このリスケ中にね、いくらかの金額の返済をすることになった場合ですね、どの銀行にどれだけの金額を返済すればいいのかということがね、これは経営者にとってはですね、悩ましい問題なのかなというふうに思います。一行取引の、場合はですね、相手が一つしかありませんので、これはシンプルでね、その銀行とね、いくら返すかという相談すればいいので、これはいいんですけども、一般的にはですね、複数のね、3行4行5行という形で、複数の金融機関とね、取引していることが多いというふうに思います。でこの複数の、金融機関と取引をしている場合はですね、どのように返済すればいいのかと言いますと、オーソドックスな、ケースで言いますと、いわゆる残高プロラタという、方法で返済をしていきます。ちょっと、聞き慣れない言葉かなというふうに思うんですけども、このプロラタという、言葉はですね、英語のプロレータブルから、来ている言葉でして、その、略なんですけども、安分可能ですとかね、あとは比例配分できるという、意味の言葉なわけなんですね。つまりですね、複数の金融機関の間でですね、不公平が生じないように、安分して、返済するという意味になるわけなんですね。最もシンプルな、安分方法は何かと言いますと、これは残高シェアで、安分するという、方法がありまして、これはですね、残高プロラタというふうに、呼ばれます。これはどういう方法かと言いますと、例えばですね、4つの、金融機関と、取引があったとします。でトータルで1億円の借り入れがある場合にですね、その内訳が、こちらにあります通りですね、A 銀行に5000万円借りてますと、で B 信金からは2500万円で、 C 銀行からは2000万円で、 D 信金からは500万円の借り入れがあったという場合ですね、この残高をですね、シェアを計算しますと、A 銀行は 50% で、 B 信金は 25% で、 C 銀行は 20% で、 D 信金は 5% という形になりますよね。でこの時にですね、毎月20万円の返済をしますよといった場合はですね、その20万円はですね、この割合で、安分していくという形になりますので、A 銀行には20万円の 50% で10万円、 B 信金には、20万円の 25% なので、5万円で、同じように C 銀行には4万円、 D 信金には1万円と、こんな感じでね、それぞれの金融機関の方に、返済をしていくということになります。こうするとですね、多く貸している銀行に多くの返済がされるということになりますので、いわゆる公平な、返済になりますねということになります。ところがですね、ケースによってはですね、この方法は公平ではないという、意義が出てくる
まあ、ケースがあるんですね。まあ、どういうことかと言いますと、銀行によってはですね、まあ、融資をする際に不動産担保を取っていたりとかですね、あとは信用保証協会の保証をつけていたりとか、まあ、いわゆる保全をね、効かせて融資をしているということが、まあ、ありますけども、まあ、そういうケースもあればですね、まあ、いわゆる無担保プロパー融資と言われるように、まあ、担保も信用保証協会の保証もつかない形で、まあ、融資をすると、まあ、つまり完全に信用貸しの融資をしているというケースもあるわけですね。まあ、そうなるとですね、まあ、万が一貸付先の、ね、企業さんが倒産してしまったという場合はですね、まあ、これ担保ですとか信用保証協会の保証を、ね、つけている銀行さんは、まあ、しっかりと、ね、ある程度こう回収ができるんですけども、まあ、無担保プロパーで、ね、貸している銀行金融機関さんはですね、まあ、回収ができないリスクがあると、まあ、そういうことになりますよね。なので、まあ、こうした、ね、リスクもちゃんと考慮に入れるべきでしょうというふうな、ね、まあ、意見が出てくることも当然あるわけです。でそうした場合にですね、そのリスクを考慮した安分方法として、取られる方法が信用プロラタという方法が、ね、あります。この信用プロラタというのは何かと言いますと、まあ、担保も、ね、保証も効いていない貸付額に応じた、まあ、その残高に応じた安分方法だということになるんですけども、まあ、一般的にはですね、まあ、ここでいう保証にはですね、社長の連帯保証というのはまあ含まないでですね、まあ、いわゆる保証協会ですとか、あとは保証会社による保証を、ね、まあ、計算していくという形になります。まあ、例えばですね、先ほどのケースで信用残高を、ね、計算してみたら、まあ、こうなったとします。まあ、この信用残高というのは何かと言いますと、まあ、担保も保証も効いていない貸付額ということになります。まあ、その残高ということですね。なので、まあ、これ A 銀行はですね、まあ、5000万円の融資を貸しているうちですね、いわゆる担保も保証もついてない信用部分の貸付額が、まあ、1500万円あったと。で、 B 信金は2500万円の融資のうち、まあ、1000万円が、まあ、担保も保証も効いていない融資ですよと。で、 C 銀行というのは、まあ、2000万円の融資全てが、まあ、担保も保証も効いていませんよと。で、 D 信金も同じように500万円の融資全てが、まあ、担保も保証も効いていません。だから信用残高はまるまる500万円そのままですよというような形ですね。まあ、この場合ですね、信用残高のシェアを計算しますとどうなるかと言いますと、まあ、A 銀行のシェアは 30% で、 B 信金が 20% で、 C 銀行が 40% で、 D 信金が 10% というようにですね、まあ、先ほどの残高プロラタで見た配分よりもですね、まあ、だいぶちょっとこう変わってくるという形になりますよね。で、このまあ配分でですね、先ほどのまあ返済額20万円をこう分けていくとなるとどうなるかというと、A 銀行は 30% となりますので、20万円の 30% で6万円で、 B 信金が4万円で、 C 銀行は 40% の、ね、まあ、配分となりますので8万円の返済を受けられると、で、 D 信金は2万円という具合になるわけですね。まあ、先ほどね、3番手だった C 銀行さんがですね、まあ、最も多く返済を受けられるという、まあ、結果になったわけなんですけども、まあ、こんな具合にですね、一番多くの、ね、金額を融資しているメインバンクへの返済額がですね、まあ、少なくなってですね、で、融資残高の少ない、まあ、解雇、まあ、このケースで言ったらね、 C 銀行とか、D 信金さんですけども、まあ、こういった解雇への返済額が増えるというようなね、結果に、ね、なることも結構、まあ、あるわけなんですね。まあ、そうするとですね、まあ、どの金融機関さんもですね、まあ、自分のところへの返済額がね、まあ、一番有利になるようなね、方法を選びたいというふうに、まあ、考える、まあ、そういった気持ちもね、あるわけなんで、この残高プロラタでいくのか信用プロラタで行くのかっていうことで、まあ、意外とこうね、こう揉めるケースなんていうのもあったりとかするわけですね。ただこの信用プロラタをね、計算するのって結構難しくてですね、まあ、そのベースとなるね、信用残高をですね、計算しなきゃならないわけですけども、この場合ね、あの不動産のね、担保評価をどうやってね、計算するのかっていう話が結構大きなね、影響を与えるわけですけども、この不動産のね、担保評価っていうのも、まあ、括弧をね、微妙に違ってくる、計算式が違ってきたりとかしますので、このね、どういった数字にしていくのかっていうことが意外と難しくてですね、この信用部分の算出っていうのがね、まあ結構ややこしいということが多いです。まあ、なのでね、私の経験の中ではですね、まあ、シンプルに残高プロラタで、まあ、金融機関ごとのね、返済額を、まあ、が決まっていくということが多いかなというふうに思います。
で各金融機関にですね、こう配分した金額をまたその銀行の中でですね、まあ、それぞれまあいくつかのね、こう融資があったりとかするとですね、じゃあそのまあ配分したお金をどの融資にいくらずつ返すのかっていうね、まあ、話も出てくるわけですけども、まあ、これに関してはですね、その、ね、各銀行さんとのまあ相対でね、個別に話し合っていただいて、まあ、どれにどんだけ当てるかってことをまあ決めていくというような流れになります。まあ、今回はその前段階のね、まずどの金融機関にどんだけ返していくのかっていうことをね、決めるというところでのね、お話をさせてもらいましたけども、まあ、この銀行とね、この返済額について相談するときにはですね、まあ、結構このプロラタという言葉がね、たくさん出てきますので、ぜひですね、この機会にね、覚えてもらえたらいいなというふうに思います。はい、以上ですね、今回はリスケ中の返済方法についてお伝えしました。ぜひですね、ご参考にしてください。最後までご覧いただきましてありがとうございました。